さらレベル感じれる本当だよあなたにきっと。僕の先生からのご紹介もありますので、まずは自己紹介させてください。先生お願いします。はい、皆さんこんにちは。皆さんのボーカルレッスンをやらせていただきます横山美智子と申します。どうぞよろしくお願いします。お願いします。一人一人皆さんの声が活かせるようにできるだけお手伝いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。少ない時間になりますけれども、しっかり練習していきましょう。はい、吉田挨拶がすごいできるようになっているので、すごいいいと思います。この調子で会った瞬間の挨拶とお礼をするようにしてください。はい、そしたら初めにちょっと発声をしたいんですが、唇をブルルルルって震えせられる？ブルルルルできる？ブルルルルブルルルル上手。ちょっと上までいくよ。ブルルルルルル上手だね。ブルブルちょっとできないわって人。いいよ、大丈夫、レミちゃん。レミちゃん、ウォーウォーウォーって言ってくれる？ウォーウォーウォー。ウォーウォーウォー。そう、ウォー。恥ずかしいよね、みんなの前でやらされてね。歌はそこまで得意じゃなかったので、自分でもあんまり自信がちょっとなくなったなって感じになりました。タレントになった時に目標とか意気込みみたいなのがあれば教えてください。アイドルになったら新潟の魅力を全国に伝えられるように頑張りたいなって思っています。誰の歌を歌ったりしますか？なんかジャニーズの曲。ジャニーズは誰が好き？なにわ男子。なにわ男子。さあ、この曲ね、すごい素敵だけれども大変だよね。なかなかテンポも速いし、かっこいいよね。リズムも細かく刻んでいかなければいけないし、自分だけ歌えればいいやっていうわけではなくて、みんなで協力してこの一曲を素敵にまとめたいです。はい、よく葵ちゃんから、せーの。OK! 素敵じゃん。とんでも企画外みたい。ここもうちょっとだけ声出してみようか。じゃあね。おーいって言ってくれる？おーい。どう？歌があまり得意ではない けど音楽が好きなので頑張りました。こんな感じになりたいなみたいな目標とか思いがあったら教えてください。私は挨拶がきちんとできて明るいアイドルさんたち、アイドルさんみたいになりたいです。なんか好きなアイドルっていらっしゃいますか？リューティストさんが大好きです。歌とダンスどっちが自信ありますか？ダンスの方が自信があります。歌うのも好き。はい。何歌ったりしたんですか？好きな歌とか。好きな歌どんな歌？リューティストさんの曲だけちょっとだけやってみようか。みやちゃん、はい、ムーンライト、とっても可愛い声持ってるんですが、その声生かしながらもこの曲のかっこいいミステリアスなちょっと暗いトーンを一緒に作ってみたいので、みんなでね、5人で1つなのでムーンライトだけやってみるか。せーの。ムーンライトは照らさないくらいでない、言葉にならない思いは。そうです。私は、人を笑顔にするのがすごく好きで、それでネギッコさんとかリューティストさんのを
テレビとかで見た時にすごくかっこよくてキラキラしてて本当に憧れの存在だったんです。ダンスとか歌って今までなんか習ったりしてたことってありますか？0歳の頃から音楽教室に通っていて、3歳からピアノやってて、最近は歌とかピアノとかのコンクールに出たりしてます。ダンスの方では4歳からダンスバレエを習っていて、最近はもっといろいろなダンスやりたいなと思って、ジャズを中心にヒップホップダンスとかもやっています。あとリュートピアの方で劇団をやっていて、そこで歌やダンスとか演技力とか学んでいます。すごいですね。やってます。習っててコンクールにも出てるので、いろいろ発声の仕方とか習ってるんですけど、やっぱり自分の課題、今の課題を先生から言われたので、それをクリアしていくのと、みんなで揃えて作り上げていくものなので、みんなで一生懸命頑張っていきたいなと思います。お願いします。重なるベル、重なる声、重なる時、三度目の正直だって。あの時が街を濡らす頃、音を聞かせてハイウェイ溶かしてく、フィルフィルウェイ気も決めなきゃいけないくらい、とてもちょっと痛いみたい。ムーンライトは照らさない、フライデーナイト、言葉にならない想いは咲ちゃん、ありがとうねから始まるね、はい、いきなりで超ドキドキするよねこれ、はい、もうツンツンでも入んなきゃいけないもんね。頑張って大丈夫いくよ、ちょっとやってみるよね。お姉さん、はい、ありがとうね、本当にね、泣きそうだった、楽しくて、また会おうね、次の日ソロのとこってそれぞれの素敵なカラーがありつつ、でも全員で歌うと、この曲は割とサビ全員で歌うところが多いよね、もしくは 2-2 に分かれる。そうなった時にみんなのそのまま自然な声の中でもちゃんと一つに聞こえるように揃えていきたいと思います。さあ、はい、ありがとうね、本当にね、泣きそうだ、また会おうね、次の日曜日、きっとここで過ごそうね。あ、そうそう、さっきより揃った。さっきよりもいい意味で一人の人がね、ありがとうね、本当にねってこうちゃんと言ってるように聞こえます。とってもいいです。ありがとうね、本当にね、泣きそうだった、また会おうね、次の日曜日、きっとここで過ごそうね。今日初めて
皆さん一生懸命頑張ってくれてるのでとても楽しいです。はい、もう歌って緊張しますよねきっとね。でも後半はすごくいい、マスクありますがいい表情というかすごくいい音が聞こえてきたのでこれからが楽しみですね。はい、